はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回はこちら、クローズの春道使っていきたいと思います。新しいね、覚醒が増えましたね。こちらガードブレイク、まさかのコラボキャラクターの進化で登場っていうね。どうやらね、クローズコラボは山本プロデューサーのお気に入りみたいで、なんかやたら強いんですよね。はい、ということで、そう、火の攻撃タイプ、意外となんかね、列ばっかだったんで、だからよくわかんない編成になりました。行きましょうか。防御硬いとこに行きたいんだよね、できればね。どこがいいかな。一応絶メタ買って絶メタ行こうかなと思ったんだけど、ちょっとパーティーがパーティーだからさ。いやでも絶メタかな。絶メタで終わんのちょっとなんか、って感じだよね。一回じゃあここで行ってみよう。一回ここで試してみましょう。はい、ということで、普通のスキルはね、火か光を4個以上つなげて消すとってやつなんで、普段はこれでいいんですよね。ドロッパー取っておきましょう。ただ全属性消した時にっていう、あ、でもそうか、全属性パーティーに組み込まないといけないってことか。そういうことですよね。だからこれ5個のアイコンが出てるんだよね、下に。そういうことか。ちょっと入れてきましょう。じゃあじゃあさらに編成がおかしくなっていきそうだ。火のね、攻撃タイプで、光はいるから、闇と水だよね。瀬戸さんとダンタリオン抜いて、ウルドに、闇枠が、そう、闇枠がすごいね、難しいんだよね。玉造で、泥鏡でも稼ごうかなって感じなんですよ。本当に。芝で行こうか。火力は出そうですね。てか芝防御ゼロにするやんってね。いろいろ矛盾がありますけどね。とりあえず見てみたいっていうのもあって、よし、全色あるんで組んでみたいと思います。回復は必要ないんですよね、これで。はい、5色になりましたが、特に音とかが増えてるわけではないけど、なんかレーザーみたいなのが出てますね。で、なんか、キラーみたいなね、エフェクトが出てますね。そういうことか。これが、全属性攻撃したっていう判定ですかね。これもしかすると、サブに入れてもさ、春道の下に5個のアイコン出るのかな？これリーダースキルで出てるわけじゃないから、サブに入れても、ついてそうだよね。完全に予想ですけど、てかこんなね、防御減らさないと倒せない敵でもないんですが、なかなかいいエフェクトですね。レーザーみたいな、かっこいいですよ。全体にするとこう2つに飛んでいくって感じかな。あ、そうですね、パチンコ屋みたいですね。で、最後に色がないっていうね。さよなら。まあ、大体わかった。じゃあ一回サブに入れてみたいと思います。サブに入れても僕の予想だと多分ありますね。まあ誰でもいいんだけど。まあこんな感じにしてみて、無限回路で。無限回路いつやるんだろうね、これね。クリアする気ないからね。これで、あ、やっぱあるね。なるほどね。そういうことね。わかりやすいね、これで。かといって多色のサブに入るってスキルじゃないんで、まあ強いんだけどね。強いんだけど、多色に入るサブじゃない、スキルではないから、まあ今後に期待、もしくは、全属性組めたら組んでいくみたいな感じ。で、いいんじゃないかな。まあ、もうちょっと数増えないと、まだ使いどころはね、なさそうですけど。なんかクリアしようか。なんかクリアしないとね、ちょっと収集つかないんで。硬いやつ、あ、ラー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 。ラーいいじゃん。悪魔キラー。あいつ悪魔だったかな、わかんないけど。ここ勝って終わりにしましょう。さすがに絶メタで終わんのはね、僕も納得いかないんで。
で、貴族生はね、クローズ新キャラもいなければ進化とかもなかったんでちょっと残念ですが、たくさん新キャラ増えちゃったんでガチャは楽しくなりそうですね。楽しいで済めばいいんですけど、来る前ってやっぱねガチャは楽しいんですよね。来てからが地獄なんですよね。クローズっていうタイトルはどれぐらい知名度があるんだろう。グリフォンが落ちました。一応モンハンともねコラボしてて、僕もタイトルは知っていたんですけど、あんまり有名じゃないよね、僕のイメージだとね。結構古い作品な気がするんですが、皆さんどうですかね。クローズキャラが強くて嬉しい層っていうのは本当に山本プロデューサー世代なんじゃないのかなと僕は勝手に思ってますが、そもそもいつの作品なのかも全然わかんないんで、さあ貫いちゃってください。これじゃあね到底貫けないんですけど、防御ゼロにするんで。なるほどね、いいじゃん。あ、ちなみに今の1はねこれですね。びっくりしたね、あれ貫通してないやんと思ったら、そういやこれ目覚めだったんで使っておきます。4個以上つなげるっていうスキルなんですが、肝心の本人にはウェイがないので7コンボね組んでやりましょう。覚醒も非常にね強いんですけど、なかなか攻撃のサブがいなかったっていうのが難しそうなポイントかな。よし、じゃあグリモアルシェイド使って、ドロキオもしとこう。これはどういうパズルをしてんのかな。はい、火力はどんなもん出ますかね。結構出るね、7コンボすると OK です。ということで、新エフェクトを見てみたっていうのと、まあ、サブでもねちゃんとアイコンは出るっていうのと、エラーを貫通してみたという動画でございました。たたたたた、弱くはないと思います。てか普通にね優遇されてると思いますね。キラーに7コンボ強化にこの新覚醒っていう、もうてんこ盛りですよね。はい、ということでぜひ皆さんもね引けたら使ってみてください。以上、春道を使ってみたという動画でございました。バイバイ。